エージェントアルシェ、あなたに任務を与えます。巫女リリアーナをこの教皇庁までエスコートするのです。これは重要な任務ですよ。くれぐれも。リリアーナ、リリアーナ、リリアーナ、ルーエンハイド、そして私。あの頃は毎日が夢のようだった。いつまでも一緒だと思っていたのに。でもこれでリリアーナに会える。お嬢さん、お怪我はありませんか？おかしい。お嬢さんだって。あ、もしかしてリリアーナ？私そんなに変わった？うん、少しは大人っぽくなった。ルーシェは変わってないかな。行きましょう。リリアーナ。アルーシェ。うん。ありがとう、助けてくれて。騎士として当然のことをしただけさ。アルーシェ、怪我はない？邪妖に一人で立ち向かうだなんて。大丈夫だって。これでも騎士として修行してるんだから。相変わらず無鉄砲なんだから。そうかな。でもびっくりしたわ。本当に騎士になったんだね。ああ、今は教皇様の指令で邪妖と戦う毎日さ。でもこっちもびっくりしたよ。突然教皇様から巫女リリアーナを教皇庁までエスコートするのでなんて言われちゃって。リリアーナこそ教皇様から名前を呼ばれる巫女になるなんてすごいよ。もしかしてリリアーナは世界を救う巫女になれるんじゃないかな。
くそ、夜はまだだったのに。リリア、ううん、私も一緒に戦うわ。リリアーナ、私だって邪妖から世界を守る教皇庁の人間だもの。いつまでもアルーシェに守られるだけじゃない、少しでも力になりたいの。わかった、一緒に戦おう。頑張ろう。これでハッさあ、やっはやっは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 っ。これで全部かな。危ない！今のうちに早く。ああ、リアーナ、まだその力。時を遅らせる力、それは体に負担がかかるんじゃ。ううん、大丈夫。強くなったのはアルーシェだけじゃないよ。私もこの力、誰かのために使いたいの。さあ、教皇庁へ急ぎまし。さっきの襲撃で馬車の車輪が壊され、それじゃあここから先は歩きだね。ああ、行こう。No。 そうそう、すっかり暗くなっちゃったね。あ、ホタルだ。綺麗。ああ。でも邪妖のせいでこういう景色あまり見られなくなったよね。夜が危険で出歩けなくなったから。リリアーナ、あれは。ねえアルーシェ、来て。あ、ちょっとどこに行くんだよ。こっちよ。
危ないって、リリアーナ。ねえ、ここ星降りの丘に似てない？ああ、学園の裏の。そういえば似てる。見てある。星降りの丘で流れ星を見るたびに祈ってたの。この世界がいつまでも優しいものでありますようにって。ねえ、覚えてる？学園で一緒だったこと。一緒に美味しいものを食べたり、一緒に湖を見に行ったり。この任務が終わったら、昔過ごした町にユーラルムに連れて行って。うん、約束だ。リリア、やっぱり変わってない。リリア、それ、任務を終わらせてユーラルムへ行こう。護衛は私めにお任せあれ。あるったら。さてと、教皇庁はあっちの方だな。これって、嘘だろ。うん、ひょっとして…嘘…嘘…はっせ！さあ！やっ！外さないわ！やったわ！リリア！太陽の意志を危ないかな？ものに裁きを与えたまえ！やっ！
やった。いいわね。この先が教皇庁だよ。リリア、どうしたの？ううん、なんでもないの。行きましょう。きっと教皇様がお待ちかねだわ。エージェント・アルーシェ、よく任務を果たしました。あなたを聖騎士に任命します。妖魔月の女王が姿を現しました。このままではこの世界を夜が支配し、誰も目覚めることがない終わりが来てしまう。教皇様、私がその月の女王を倒すのですか？人間が叶う相手ではありません。私たち教皇庁はこれまで月の女王が現れるたびに時の花嫁を捧げ、その力を封印してきました。エージェント・アルーシェ、あなたに聖騎士として最初の任務を与えます。妖魔月の女王のもとへ時の花嫁を捧げ封印するのです。巫女リリアーナ、あなたは時の花嫁に選ばれました。歴代の聖女たちに匹敵する力を持っている。私たちはそう判断したのです。私がいれば世界は救われる。昨日怖い夢を見たの。恐ろしいものがやってくるけど、私は逃げられない。それを受け入れるのが私の運命だって。何があってもリリアを守るよ。約束だ。ルーエンハイド、なぜ教皇庁から姿を消した？こうなることが分かっていた。ルルド教団に来るんだ。ロエルジリス様にリリアーナを預けよう。教皇庁を裏切ったのか？時間がないんだ。力ずくでも引っ張っていくぞ。教皇庁は闇に落ちようとしている。私は世界に光をもたらす光の戦士となる。ジャヨカ、もう来たか。アル、リリアを守るんだ。
ある。早くリリアを連れて逃げるんだ。あいつらはリリアを奪いに来た。ルエも一緒に行こう。どこへ行こうというなら我が花嫁。月の女王。何？リリアーナをどうするつもりだ。まだ足らぬ。まだその時ではない。何のことだ。だがお前が死の味を知りたいのなら、それもいいだろう。すまないな、光の戦士様。バカ、そんなこと言ってる場合か。久しぶりに楽しい時間でした。でもそろそろ終わりにしましょう。初代聖女は妖魔の長である夜の君を倒しました。しかしその時に世界に撒き散らされた青い血に触れた者は夜にうごめく邪妖となってしまったのです。以来この地は夜を奪われた夜のない国となりました。私たち教皇庁はこの世界の均衡を守り抜いてきたのです。一刻も早く時の花嫁を捧げなくてはなりません。ああ、時の花嫁を捧げてはいけません。時の花嫁の力を得た月の女王は永遠の夜をもたらす力を手に入れてしまう。
永遠の夜、それは全てが夢の中に包まれ、誰も目覚めることのない常世の世界。残念だが、その痛みは消えない。これから血の渇きに苦しむことになるだろう。